狭山市駅。狭山市駅は、埼玉県狭山市入間川1丁目にある、西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は、SS26。相対式ホーム2面2線の地上駅で、橋上駅舎を有する。西武新宿寄りに、下り線上り線への、片渡り線があり、平日早朝に当駅始発列車2本が、設定されているほか、緊急時には、終着駅、南大塚駅の場合も、ありとなる。なお、かつて、南入曽車両基地で、イベントが開催される際には当駅終着の電車が、運転されることがあった。東西自由通路を有する橋上駅舎は2010年3月26日に、供用を開始した。新駅舎の建設に際し西武狭山ステーションビルは、閉鎖、解体されている。狭山らしさの演出と街並みにぎわいの演出を意識し、明るく開放的な狭山市の玄関口をコンセプトとする新駅舎は、にぎわいを演出する目的で自由通路部の天井などには夏季に開催される、狭山間川七夕祭りに際して、七夕の飾り付けが可能な仕掛けを設けている。さらにエスカレーター、エレベーター、多機能トイレ、待合室も新設されたほか、ホームの復員も一部で拡幅している。待合室の椅子には、飯能、西武の森の整備で伐採された間伐材を使用している。さらに、環境対策として、トイレの洗浄水に雨水を利用する、コンコース部に、幕根を設置、自由通路の床にガラスブロックを使用する、壁面を緑化するなどの工夫もなされている。これに伴い東西連絡地下通路は2010年3月25日に閉鎖された。東西自由通路は、駅舎供用開始時は未完成部分があったが、2011年3月に完成した。エスカレーターは、各ホームと改札内コンコース間に、各2基、東口地上部と改札外コンコースに2基設置され、エレベーターは各ホームと改札内コンコース間に、各1基、東口、西口地上部と改札外コンコース間に、各1基設置されている。トイレは2階改札内コンコースにあり、多機能トイレを併設する。なお、かつては、西口地上部のバス停留所4番乗り場奥、天会場付近に立つ狭山市管理の、公衆トイレ内にも多目的トイレが併設されいた。発車メロディは、橋上駅舎供用開始時に同様、七夕様を採用した。商業施設としては、駅構内には、コンビニエンスストア、トーマニーが新駅舎供用開始時に開業し、その後2011年6月8日に、エミオ狭山市が開業した。エミオ出店店舗の詳細は、西武プロパティーズ公式サイト、狭山市駅の店舗情報を参照。出店、西武鉄道、駅構内図。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通りである。明治時代に開業した、当駅の再開発について、1980年代より、構想は存在していたが、1990年代に、至っても事業は具体化せず、所沢駅、本川越駅、入間市駅、飯能駅など周辺各都市の中心駅に遅れとっていた。西口地区については2000年代に事業者、専門家、市民らの議論を経て事業化され、一時政治的困難が発生したものの変更は一切なく、当初の事業計画が貫徹され、総合的な調整により計画から設計施行まで一貫したデザインコンセプトを保ったまま2012年に完成に至った。東口地区については老朽化した駅ビルの改築を行い、道路整備が継続して行われている。狭山市駅、西口周辺は、ロータリーが未整備で、歩道も確保されていないため危険であったことから、再開発整備事業が計画された。1998年、狭山市駅、西口地区再開発整備事業協議会において、他の沿線駅前とは、明確に差別化し、自然と景観を取り込んだ、狭山市らしい、駅前整備を行う方針が決定した。しかし行政や、施行予定者となった、都市再生機構に対し、地権者や市議会議員を含んだ市民から見直しを求める運動が起き、このまま計画を進めることができるか、予断を許さない状況となった。計画見直し派の市民団体は、狭山まちづくりネットワーク推進派の市民団体には、狭山市駅西口再開発事業を推進する会があるが中心となり、そこに複数の団体が所属した。見直しの主な要求は、予算規模の縮小。その中で2006年1月23日、地権者71名によるとする見直しを求める意見書が提出されたが、後に明らかになった名簿では、実際には、地権者は21名であり、物議を醸すこととなった。2007年4月17日、西武鉄道では、2007年度、鉄道事業設備投資計画を発表。この中で、狭山市駅西口再開発事業に伴う、駅舎改良工事は、同年度に調査、設計、2008年度着工、2009年度完成予定との計画が公表された。同年6月22日、狭山市駅西口再開発事業の権利返還計画が国土交通大臣から認可され、2007年9月、着工、2009年末開き2011年完成定で本格的に工事が開始されることになった。同年7月22日施行の狭山市長選挙において、西口整備事業の推進を公約した現職の中川幸成が再選され、同事業は予定通り継続されることになった。同年9月から駅舎の取り壊し工事が始まり、駅舎工事用地確保のため駅周辺の店舗閉鎖と住民の転居、整地も行われた。2008年11月から駅舎改築工事を開始。同月、道路の整備に伴い臨時バス乗降場を設置。同年11月から12月までペデストリアンデッキを含む街の愛称が公募され、2009年3月、スカイテラスに決定した。2010年3月25日、狭山市駅、西口地区、町開きを行い、新駅舎と一部施設が供用開始。バス停留所整備等も2012年7月までに完了し、西口地区再開発事業が完成。同月14日から16日まで完成記念イベントを行った。同18日、複合型広域施設、狭山市市民交流センターが開所、西口地区再開発事業によって整備された全施設が供用開始となり、事業は終了した。2014年5月12日、狭山市駅、西口地区、スカイテラスは、平成26年度都市、景観対象都市空間部門において優秀賞を受賞した。従来ほとんど同賞への応募のなかった、私鉄沿線の駅前広場に関する事例で、都市近郊において相次いでいる、市街地再開発はどうあるべきかという課題について、新たなモデルを示すものとして注目された。大型再開発ビルを建設し、テナントを募集、人の流れの創出は入居した。商業施設任せというような全国的に見られる既存の再開発事業が生んだ弊害を念頭に置き、そうした没個性的な再開発のあり方とは一線を画し、狭山市の表玄関にふさわしい街づくりを模索。商業的価値の高い駅前広場にあえて大規模商業施設を誘致せず、既存市街地との接続を意識した市民広場を置き、新たな市民交流、回遊の場を確保。地形の高低差によって得られる秩父連山を望む円形を生かし、環境、景観に配慮した街並みを創出したことが評価された。今後バス停等のさらなる改善により歩行者視点での質的向上への期待が示された。さらに、同年10月1日には、公益財団法人日本デザイン振興会主催、2014年度、グッドデザイン賞、都市づくり、地域づくり、コミュニティ部門を受賞した。複雑な敷地や地形的な特徴を計画に織り込み、多岐にわたる関係者を計画に参加させる仕組みを作った点などが暮らしや産業や社会の質を向上させるレタデザインとして評価を受けたものである。一方、エミオ狭山市にスーパーマーケット、ブルーミングブルーミー株式会社稲毛屋が運営がテナントとして入居したことにより、業績不振となった西友狭山市駅前店が2015年3月31日をもって閉店。1972年の開店以来40年以上にわたって営業していた西口の中核的商業施設が失われ、スカイテラスに大規模商業施設を誘致しなかったことから、駅前の買い物利便性の低下が懸念されている。東口周辺は区画が非常に入り組んでおり、駅までのアクセスが悪いとされ、市の顔にふさわしい駅前を創出するべきとして、土地区画整理事業が長年にわたって議論されている。立ち退きに難色を示す住民と行政の対立があったが、現在事業は進められており、道路の建設が行われている。2010年に道路の一部が開通し、2013年には工事箇所が東口駅前広場まで到達。2014年5月、東口駅前広場に通じる都市計画道路、狭山市駅笠師線が開通した。また、西口地区再開発事業及び駅舎改築、エミオ狭山市開店に合わせ、東口駅前広場の再整備も行われ、2012年10月に完成した。すべて西武バスにより運行され、当駅を起終点とする。埼玉医師神会病院の移転により、2017年11月2日から、西北ハム方面、西武柏原ニュータウン方面は、全便市民会館経由に変更され、日中は埼玉医師神会病院へ立ち寄る。狭山 22-1 は年末年始期間は運休となる。狭山 25-26 は年末年始期間は運休となる。4番乗り場はロータリー以外の道路沿いにある。狭山 30-1 は年末年始期間は運休となる。西口3番乗り場から狭山市内循環バス。運行受託、西武バスが発着する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。